お願いします。山下智久、錦戸亮。フジテレビ、4月期。ドラマ、出演情報。失礼します。山下智久、正直不動産に出演中でありますけれども。次のクール、4月期は、フジテレビ、水曜10時枠のドラマ、ブルーモーメント。こちらに主演しますね。気鋭の女優、出口夏希と共演。今期は3時のヒロイン、福田麻貴主演の婚活千本ノック、放送されておりますけれども。次期水10ドラマ、小生も楽しみすぎるのは、ご多分に漏れません。いやはや、イケメンすぎ、美しい。さらに、翌日の富士木曜劇場。なんと、こちらも見逃せないニュースが。現在、小芝風花、亀梨和也、西野七瀬、スノーマン、宮舘涼太ら、豪華キャスト、大奥が放送されているフジテレビ木曜劇場。次のクール、4月期は、錦戸亮が出演するとのニュースが飛び交っております。これは熱戦。山下智久からの錦戸亮、なんてね。二人は言わずと知れたニュースの元メンバー。錦戸亮氏はネットフリックス、仲里依紗さんと不倫関係を演じて好評を博しました。仲里依紗さん、安倍佐藤主演、不適切にも程がある。こちらが大変な話題でありますけれども。錦戸氏、相変わらずかっこいい。裏話的なところでは、錦戸氏は前述の婚活千本ノック出演の打診があったものの、そのオファーを断ったと言われております。この情報をキャッチしていた当編集部も、婚活千本ノックに錦戸氏の名前がなくてどうしたのだろうと思っておりましたが、満を持してということになりましょうか。あまりにも注目、怒涛のイケメンたち。魅惑の沼に浸ります。どうもありがとうございました。失礼します。